三島王は奈良時代の皇族、天武天皇の孫、一品、舎利神皇の第四巫女、順仁天皇の二位、神は十四位下。養老七年正月、岩礁天皇が中宮野に失業した際に、栗草王、春日王と共に影行進により、無位から十四位下に除せられる。以後、出世には縁がなかったらしく、天平七年の相模国、 ふこそこ駅長に王の直府五十個が、同国大隅郡先取里,里にあったと記されているが、この時の議会も十四位下である。藤原中丸の乱による、順任天皇杯により、娘の河辺女王、屑女王が、伊豆国に配慮され、宝棄二年に属席を回復したとあるが、この二人は、十四位下三島王の女と記されており、生涯議会は変わらなかった。 放棄2年9月には、息子の林王が、山部正人の姿勢を賜っている。万葉集に、天平2年頃、三島王が後に、松浦さよ姫の歌に、追話して読んだ歌として、音に聞き目には未だ見ず、さよ姫が、ひれぶりきと含ん松浦山を振ったという君を待つという、松浦山は、が収録されている。没年は不明だが、 上記の両女王が配るされたと思われる天平法事8年には亡くなっていることがわかっている。俗に本気による。ありがとうございます。